どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールリ、インボーク。占領戦が終わってチケットガシャ無料分がかなり溜まっていますので、今回も消化していこうかなと思います。ガシャチケが110の、派遣 SSR 確定が5枚の、派遣チケットが49、で、チケット確定、SSR 確定が7枚で、171連ですかね。じゃあ早速ね、引いていこうかなと思います。まあ、狙い目は別に、そんなないかな。スリッパ10増、熟練度があと20で 100% になるんで、それが欲しいかな。あと、ミザとかナキとかも、ガンガン RE のキャラクターは熟練度上げていきたいんで、まあ、それが欲しいですかね。まあ、いつもちょっとチケットガシャの動画はね、長くなっちゃうんで、サクサク引いていきたいんですけど、ちょっと喋ることも思いつかないんで、片揚げポテト食べます。ポテチの中で一番うまいのって片揚げポテトだと思ってるんですけど、どうなんですかね。カルビーのポテチはね、なんかもうなんて言うんだろう、飽きた感がある。海苔塩かコンソメパンチがいいんですけど、好きなんですけど、あと九州醤油食いすぎて、片揚げは硬い分、なんかその咀嚼回数が多いから満腹になれる気がする。気がするだけかもしれないけど。え、嘘。俺最近 SR すら出ないっていうのがさ、時々あって、逆に運いいんじゃないかなって思うんですよね。お、知らずじゃん。いいね。知らず熟練度、何歩ぐらいだったかな？今40か20だったと思うんだけど。今度フェスで、カグネ出したブツキが出るんですけど、あれでようやくね、クインクスメンバーが全員揃うんですよね。この初期のプレミアムで配出されるクインクスメンバーと、誕生日の限定のクインクスメンバーと、フェス限で出るカグネ出したクインクスメンバー、全員揃えられるんですよね、ブツキを引くことによって。やっと長きにわたった戦いが終わるわ。ちょっとボックス整理します。まあせっかくね、インボゲなんで、RE のキャラクターをガンガン使っていきたいぞということでね、クインクスメンバーを揃えるっていうことが目標だったんで、ようやくあれですね、念願の目的達成ですね。てかあれだな、なんか派遣キャラもそこそこ集まってきて、でも闘争があるから下手に売れないっていうのもあるんだけど、結構ボックス圧迫してきたね。2周年でボックス50ぐらい拡張してくれるんじゃないかなとか、密かに思ってたりはまあしたんだけど、願い届かず。おっと、SSR の派遣が出ていく。お、古田じゃん。古田、そんな使えないような気がする。闘争ではどうなんだろう。ステータス見たことないな。お、有馬じゃん。闘争も、非占領期間も、あれなんだっけ、ベータは開催されてるんだっけ。さあ、確定の方を引いていきましょう。まず、派遣から。ササコ、ササコな。もういいかな。もう結構引いたから、もういいかな、ササコは。何が欲しいって言われると、うん。ノロとか古田か。今日は古田デイだな。古田は入ってたっけ、無料チケガシャの中に。入ってないような気がする。お、フクロウか。フクロウもなかなか優秀ですね、派遣だけど。闘争の方ではどうなんだろう。結構初期の派遣キャラ優秀なやつが多いような気がするわ。お、有馬か。有馬古田デイだな。おっと、あー、確か、待てよ、錦がプレミアムで出たのかな。で、キミさんが派遣じゃない、占領戦の報酬かなで出たのかな。これなんかあれなんだよね、こう2人並べるとちゃんとこうほら絵になってるんだよね。
錦がこう手を差し出してこう手を掴もうとする君みたいな、あれなんか、お、いいね、ミサ、あれなかなかいいよね。気づいた方いるでしょうか。ひなみ、あ、ひなみも確かなんか東京グールなんだっけ、ヒロインズで一回使ったきりだった気がするわ。熟練度は時々上げられてる。あれなんか毎回出てこない篠原さん、しかもこの篠原さんな、ちょっとじわるシュールな。おっとローディング入った。これは俺が手に入れたことのないキャラなのではないだろうか。ローディングが入るっていうことはね、まあ、そういうことだと信じて。まあ、違うと。何だったんだろうな、今のローディング。でもまあいいよ。クインクスメンバーはもう熟練度をガンガン上げて、使っていきたいんで。ヤモリ、初期ヤモリか。申し訳ないけど、初期ヤモリも熟練度上げてないな。あやと。そういや、初期ヤモリってあれだっけ、一回修正入ったんだっけ、なんかあの、カグネのモデルがなんちゃら。なんかそんな話なかったか。さあ、ラスト。締めくくるのは、篠原さんと岩っちょだけはちょっとやめてほしいな。捜査官。嘘やろマジで言ってる。岩っちょ、お疲れ様でした。